万歳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 。ありがとうございました。皆さん方のおかげでこうやって厳しく難しい選挙を乗り越えさせていただきました。心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。政局は大変厳しい状況になると思いますしですね、今後の政権運営、そして自民党のあるべき姿、ここをしっかり修正することをしっかり修正して、国民の皆様方の信頼回復、これをまず努めなきゃいけないなと、こんなふうに率直に思っております。今信頼回復ともありましたけれども、はい、政治と金の問題、当事者の一人として今回の選挙戦どう影響したと思われますか？そうですね、今回の選挙戦は信頼回復とのまずは、取り組みだったと思います。どこに、お話しするときにもですね、まずは反省から、お詫びから始めなきゃいけないと、まあ、いう、そういう選挙戦でありました。でその後、活力ある日本を作りたいという、まあ、経済政策中心にお話をさせていただいたんですけども、まあ、その辺の話がなかなかやっぱりアンバランスな形になってしまったと、まあ、いうこともあったと思いますし、なかなか有権者の方々がですね、直接的な反応が今までの4回とは違ってですね、まあ、非常に、まあ、薄かったと、まあ、こんなような感じでございました。今までの経験を生かしてですね、この経験を、国政にしっかり反映していきたいというふうに思いますし、まあ、地元の発展のためにもですね、やっぱりこれだけ、信頼ある皆さんと一緒にですね、地元で政治ができると、まあ、この幸せをですね、改めて感じてですね、しっかりと具体的なお仕事を一緒に協力しながらやっていきたいと、まあ、こんなふうに思っています。